皆様、いつも応援してくださりありがとうございます。妊娠をきっかけに動画投稿を再開して、育児、妊娠の、悩みだったり、楽しさだったり、そこから、出産、そして出産後、育児の楽しさ、赤ちゃんの癒し、そして大変さ、いろんな動画を一人で、編集、撮影、企画、させていただいて、皆様から本当にたくさんの温かいお言葉、励ましのメッセージをいただけて、もう日々の活力になっておりました。本当に皆様ありがとうございます。そして自分もそうですね、初めての赤ちゃんで戸惑うこともたくさんあったり、間違えてしまうことも本当にあって、育児を経験したママさんだったりパパさんだったり、その他本当に優しい方から、育児のアドバイスだったり、お叱りほどまではいかないですけども、こうした方がいいよっていうね、意見をいただけて、学ばせていただくきっかけになっていて、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。はい、そして私から、お話ししたいことがあります。まずは、今まで妻が綺麗すぎるというね、アカウントで、頑張っておりました。初期の頃は、2人でなんかドッキリだったりとか、なんか面白おかしい、いろんな動画を上げさせていただいて、今も皆様に応援していただけてると思います。そういった動画がですね、今後は、上がることがありません。今まで応援してくださった方たちだったり、これからまた2人の掛け合いを楽しみにしてくださった方たちには、すごく申し訳ない気持ちと、裏切ってしまった結果になるので、そのことについて一度しっかり謝罪をさせていただきたいと思います。本当に申し訳ありませんでした。はい、そうですね。なので旦那さん最近映らないねとか、旦那さんに関してのコメントもお見受けするんですけども、そうですね、今後は動画に載ることがないと思いますので、そういったコメントは控えていただけたら嬉しいです。で、今の状況だったり何があったのかに関しては皆様すごく気になるところだと思いますし、心配、して聞いてくださる方も本当に多いと思うんですけども、そういったことに関しては一切私から、お話しすることができません。私はもう一人の、このお母さん母親になっているので、そういった夫婦のいざこざだったりトラブルを、事実なのか事実じゃないのか、ネット上でいろいろ話すことによって、娘に影響が及んでしまうと思うので、私は一切お答えすることができません。そして旦那さんが挙げた SNS ですね、TikTok に挙げた SNS に関して、そのことに関しても謝れだとか、あんまり言葉にするとね、良くないと思うので、そういった言葉をいただけるんですけども、その件に関してじゃあ私が、同じように相手を悪くちょっと見えてしまうような言い方をしてしまったり、することによって、ナオタにとってそれは嬉しいことなのか、どっちが悪いどっちが悪くないをネット上にさらして、他の知らない誰かがそうらしいよああらしいよって言って生活するってとっても良くないと私はね思うので、今言われてることに関して何を信じて何を信じないかは皆様の自由ですし、私のことを誹謗中傷を続ける方がいても私は、何もネット上で皆様にお話しすることができないので、こちらをご理解いただけたらなと思います。これが私の判断になります。この動画を上げてきっとじゃあこうしたらいいじゃんああしたらいいじゃんって多分意見がねたくさんいただけると思うんですけども、いろんな考えを含めて私がこうしたいといった決断になるので、そうですね、いろんな意見があると思うんですけども、私はこういう判断を取らせていただきましたので、ご理解いただけたらと思います。
今後についてはまだ私もちょっとまだ、分かっていないんですけども、動画については、まあ、今まで通り、ナータンと一緒にありのまま育児の悩みだったり、日々の生活を上げていきたいと思っております。はい、今まで応援してくださった方、そしてこれからも応援してくださる方、最後まで動画を見てくださって本当にありがとうございました。